ライフィセット、あなたに謝らなくてはなりません。どうしたの急に。スパイの件です。あなたを清涼に連れて行こうと画策していたこと、本当にごめんなさい。それがエレノアの任務だったんでしょ。それに、なんとなく分かってた。え？そうなのですか？詳しいことは知らなかったけど、ベルベットがすごくエレノアのこと気にしてたし、エレノアは悪いことやろうとするとき、すごく汗をかいてるから、なんか変だなって。いつ頃からそのことを？エレノアが僕の器になってくれたときから、ずっと。多分、ベルベットも。はぁ、あ。ちょっとショックです。スパイ任務一つまともにこなせないなんて情けない。本当に情けないです。僕はエレノアのそういうところいいと思う。え？平気で騙せる人よりうまく騙せない人の方が優しい人だって僕は思うから。ありがとう。あなたこそ本当に優しい子ですね。そんなこと。ビエンフ、なぜあなたがここに？僕もお仲間に入りたくて。今は大切な話をしているのです。すみませんが帰ってください。黙って見てるだけにしまうから、ここにいるくらい認めてほしいです。ごめんなさい。ビーン、エレノア様のヘチマ。ヘチマ。ライフィセット、改めてこれからもよろしくお願いしますね。僕こそよろしくお願いします。なんやかんやで味見なしの料理にも慣れてきたわね。前から思ってたけど、ベルベットってすごく料理の手際がいいよね。レシピ通りに作るのは難しいことじゃないわ。姉さんが亡くなってからずっと食事を作ってたし、本当に大事なのは微妙な塩加減と最後の味の整え、それと美味しくなあれって願いながら作ること。願いながら？そう、そうすればどんな料理もごちそうになる。セリカ姉さんはそう教えてくれた。ベルベットのお姉さんは料理の名人だったんだね。それはもう。けど今の私は姉さんのようには作れない。味もだけど、何より美味しいって気持ちを忘れちゃったから。だから私が作るのは料理じゃなくて餌ってところね。そんなことないと思う。ちゃんと美味しいよ、ベルベットの料理は。姉さんは言ってた。美味しくなれって願うのは料理を食べた私たちの笑顔が見たいからだって。え？あんたは意外に食いしん坊ねって言ったの。そんなことないよ。あってもいいわよ。たくさん食べて大きくなりなさい。テイルズ・オブ・ベリセリア、前回の続きからプレイしていきましょう。これ一個終わったら、その度じゃない、その時に言おうと思ったんだけど、次々出てくるね。どんどんベルベットが優しくなってくね。異界探索順調だね。ああ、お前たちの協力のおかげだ。そんなことないよ。いやいや、油断は禁物じゃ。海は神秘理不尽、危機快快。探索船とていつどうなるかわからんぞ。危険は覚悟の上だ。それでも神秘に挑むのがアイフリード海賊団だ。神秘、この先にどんなものが見つかるかな。目的の一つは恐怖の島の発見だ。古い伝説に登場する謎の島でな、船のように異界を移動すると言われている。そんな島があるんだ。本当にあるかどうかは分からん。だから探すんだ。うん、頑張って探そう。落ち着け坊よ。言い方はかっこいいが、ほぼほぼ火傷覚悟の博打ということじゃぞ。いいんだよ、それでも神秘に挑むのがアイフリード海賊団なんだ。
ブーもだいぶ毒されてきたの。ふん、そのようだ。得意げだね。まだあんのか。めっちゃあるな。なあビエンフ、マギルーって自分のことを魔女とか魔法使いとか言ってるが、本当は何者なんだ？常識的に考えればタイマシですけど、マギルーという名前はタイマシ名簿にはなかった気がします。載ってるはずないでふよ。姉さんは正真正銘暗黒世界の魔女なんでふから、寝た子も二度寝する恐怖の魔女の本性を僕はあの夜見たんでふ。あれはとある火山の火口近く、ぐつぐつと煮えたぎるマグマの上には巨大な大釜、地獄の豪華にかけた大釜には血の色と同じ物体がドロドログツグツ煮えたぎってたでふ。頬に散った真っ赤なしぶきを姉さんは笑顔でペロリ。そのまま三日三晩煮込んでいちごジャムを作るんでふ。普通だろ、どこが恐怖なんだよ。恐怖はここからでふ。姉さんは砂糖の代わりに醤油と浸水とみりんで程よく味付けするんでふよ。いちごを醤油で味付けするの？いちごのイメージとのギャップはありまふけど、酸味の効いた甘辛な感じはなかなか美味でふよ。もっとも僕くらいの料理通にならないとあの複雑な味は理解できないかもでふけどね。それってもしかして佃煮？いちご煮というものですか？そうとも言いまふ。言わないでしょ。いちご煮ってウニとアワビのお吸い物よ。あ、そうなの？佃煮ですらないし。そうなんでふか？結構好きだったのに一度しか作ってくれなかったのは間違いに気づいたからでふかね。そういえば僕が好きって言ったドリアングミやアユの砂糖焼きも一度だけだったでふね。そういうことでしたか。美味しくねえと思って作ったらうまいって言ったから。何度か作ってくれた料理の味は普通だったでふね。皆さんが食べてる姉さんの料理の味でふよ。姉さんに作らせたことないんだけど。普通を装ってる姉さんの潜在能力はまさに恐怖の魔女と呼んで間違いないでふよ。まだあるのか。結構あるな。あら、この香りは。パーシバル王子の香木だよ。香木は初めてだって言ったら、王子が袖のところに香りを少しつけてくれたんだ。王家の香木の香り、私はとても好きです。鼻がスッとして、でもツンとしない感じで、雪国に生息するバンダリアという針葉樹から作るんですよ。エレノアもベルベットもマギルーもいい匂いするけど、香木を使ってるの？いい匂い？私たちは香木は使ってませんから、石鹸の香りがするのかもしれませんね。香木は王族しか使っちゃいけないの？いえ、ファンダリアや一部の香木は王族のみですが、他の香木には特に決まりはないはずですよ。香木は人間にとっていい香りなんだよね。どうしてみんな使わないのかな。それは考えたことなかったですね。アイゼンは何か知ってますか？そのことを語るにはまず風呂について説明せねばなるまい。風呂？数百年前、風呂に入ると死ぬと言われた時代があった。人々は風呂を恐れ近寄ることさえしなかった。お風呂に入らないなんて信じられません。どうしてそんなことになるんですか？その頃、死に至る疫病が流行したんだが、風呂で伝染すると考えられていたんだ。水道や水の浄化技術がまだ確立されておらず、上下水道は限られた場所にしかないものだった。俺たちがローグレスで潜り込んだような地下道が整備されたのは100年前くらいの話でしかない。風呂が不衛生だと考える奴がいたんだな。風呂が廃れていく一方で、王族たちの間に香木が広まり始めた。匂いを匂いで消そうとしたんだね。ゆえに昔の香木は香りが強いものが多いんじゃよ。臭いのかいい香りなのかわからぬほどにの。でも今はお風呂で病気になるなんてことはありませんよね。
文明が発達し水道が普及したことで風呂は昔よりずっと清潔になったからな。それで香木の必要がなくなって廃れたと？逆だ。庶民が豊かになったことで香木は国中に広まり、富の象徴として生活を彩るようになったんだ。だがそれも長くは続かなかった。風呂では移ることのない病の流行によって。ゴーマ病ですね。人間はゴーマに追い詰められ城壁の外で暮らすことが難しくなった。入手が難しくなった香木は再び王族のものとなった。流行り病と香木には奇妙な因縁があるんですね。汚れをごまかすためにゴーマ病の噂を振りまく。匂いで匂いを消すのは今も昔も変わらんの。あんた香木の香りが気に入ったの？いい匂いだと思うけど、僕は石鹸の香りの方が庶民的でいいね。好きだな。まだあんのかい？人を寄せ付けない石灰のこと。島の地中に隠された巨大施設、まさに秘密基地。燃えるでふぅ。昔俺も作ったな、秘密基地。そうだね。さっきは秘密基地みたいって喜んでたのにどうしたでふ。ノリが悪いでふよ。でもここは監獄だし、無理やり捕まえられた人は辛かっただろうし。私のことなら気にしなくていいわよ。ここが嫌なら拠点なんかにしないから。俺だって捕まっていたが、この島には秘密基地のロマンを感じるぜ。わしは差し入れのマロングラッセを看守に食べられてしまった恨みが込み上げるがの。だから気にせず秘密基地に熱くなればいいさ。うん。だが喜んでいるだけではダメだ。今後の作戦行動をより円滑に進めるためにも秘密基地を整備改良しておく必要がある。建物は頑丈ですし、このままで十分なのでは。バカも休み休み言え。監禁に特化した牢獄のままでいいはずがないだろう。どうしたいというのじゃ。まずは煙幕発生装置だな。不慣れな場所での目くらましは効くぜ。あとで建物中のすすを拭き取る必要はあるけどな。却下。僕は消火装置が必要だと思う。ヘラビーさんを見て火事は怖いと思ったか。火作りとかいらないでしょ。水の精霊術を使えるあんたたちが消火すればそんな装置いらないでしょ。あ、うん。最も優先すべきは地下道だ。いざという時のために地下からの脱出路が必要だ。通路への隠し扉も敵を欺くダミー扉もいるぞ。二つも港があるんだからそれで十分でしょ。攻めてくる奴が港を見過ごすはずがないだろう。地下道だけは最初に作るべきだ。周りは海なのよ。その地下道はどこに抜けるの？近くの無人島まで海底にトンネルを掘るに決まってる。掘らなきゃいけないんだよそれ。近くに島などないぞ。地下道のためなら俺が島を作る。実現性がなさすぎる。夢を熱く語っているだけみたいですね。夢を語って何が悪い。これはロマンの話だろ。なぜわからんのだ。大丈夫だ、お前の気持ちはよくわかる。だがあいつらに理解してもらうのは無理だ。まあ無理でしょうな。俺もちょっと微妙だな。地下道がなんか脱出装置みたいな方が俺は好みかもしれんな。やっと動けたね。でも面白い話聞けたからよかったね。で、どうするの？地脈は大地を流れている自然の力。そして地脈点は地脈が集中している場所のこと。そうだ。カノヌシは地脈を利用して汚れを喰らい覚醒しようとしている。お前は地脈を感じる力に長けているようだ。ある程度近づけば地脈点の位置を。近づかなくても感じたんだ。昨日ここに来た時、ずっと先にもここと同じ場所があるって。
地脈を通じて離れた地脈点を探知できるのか。多分どこまでやれるか、クーマがいるかどうかはわからないけど。それでも重要な手がかりよ。お願い、試してみて。どう？はっきり感じた。地脈点は何十個もあるけど、特に大きいのをいくつか見つけたよ。優秀すぎる。大きさまで感じ取れるのか。うん、この島の地脈点も他より大きいみたい。同じくらいのが東と南東の方にもある。多分虫がいたワーグジュリンとパラミデスの場所だと思う。だとすると大きな地脈点のどれかにクーマがいる確率が高いわね。残るクーマは3体、数が絞り込めれば総当たりもできますね。だな、お手柄だぞライフセット。いやはや大したもんじゃわ。やはり棒はただものではなさすぎるの。そんなことないや。善は急げです。クーマ探しの準備をしましょう。わしらは全然善じゃないがの。また折れたか、未熟。刀が弱いんじゃなくて、あんたがバカみたいに硬いだけだろ。いや、俺を切れないようでは話にならん。もっと硬い素材で硬い刀を打たねば。硬い素材か。オリハルコンを試したいが、さすがに夢物語か。オリハルコンってこの世で一番硬い金属だよね。太古の遺跡でごく稀に発掘されるレアメタルだな。俺も欠片は見たことがあるが、刀を打てるほどの塊は聞いたこともない。いや、200年ほど前、ある古代遺跡でオリハルコンの塊が発掘されたという噂があった。だが運んでいた船が嵐で沈んでしまったと。地の底から海の底へか。沈没船か。海の底の財宝とか船乗りのロマンだよな。船乗りじゃないけど分かるぞ。場所が分かれば引き上げられるんじゃないか。船乗りも全員沈んだ。場所も知るものはない。そもそも何百年も昔の噂だ。当てにはできん。そりゃそうだ。ないものねだりしても仕方がない。きっと別にいい材料があるさ。ダイルのくせにまともなことを言う。ダイルのくせにとはなんだよ。ダイルのくせに怒ってる。その使い方はおかしいだろ、モアナ。モアナのくせにおかしいかな。火ついたように笑うのちょっと怖いんだけど。さて、目的はここと似た大きさの地脈点、タイタニアから近い順に調べるわよ。方角はどっち？近い順、それなら西の方角に一つあるよ。分かった。しっかり案内頼むわよ。うん。さてじゃあ行くか。西の方向。西？こっから西ってさ、まだ行ったことないんじゃないかな。こんにちは。若いやつと賭けをして負けちまってさ、罰ゲームで第4種管理地区の島に度胸試しに行かされたんだよ。第4種だが、あの島は遊びで行っていい場所じゃねえ。ゴーマに襲われて危うく死ぬところだったぜ。第四種管理地区に入って島に上陸したのですか？いやいや、船で近づいただけなんだけどよ。突然蜘蛛の糸みたいなのがビューッと伸びてきて、わらわらと虫みてえなゴーマたちが糸を伝って船に向かって近づいてきやがったんだ。船にいた全員で無理やり糸をぶち切って全速全身で逃げたんだが、涙ちょちょ切れたぜ。
無事に帰ってこられてよかったですね。もう近づいてはダメですよ。わかってるわかってる。もうゴリゴリだよ。行ってみるか。オッケー、ありがとうね情報。よし、ホワイトカメはここに来たのか。逃げられなかったっす。そうかい。まあ買うもんは買ってるし。どうも。清涼がこの島を監獄にした理由がよくわかりますよ。島周辺には速い海流がいくつも流れ込んでいて、読み間違えて舵を切れば船は簡単に転覆します。霧もよく出ますし、嵐も頻繁に通過する。ここからの脱走はほぼ不可能ですね。ああ、この島への出入りには高度な海洋知識と確かな操船の腕が必要だ。俺たちは副長の呪いのおかげで鍛えられてますから平気ですけどね。俺たちが脱走した時も嵐がすごかった。なのに乗組員は素人3人のみ。今思うとよっぽど悪運が強かったんだな。はい、ということでじゃあここで一旦区切って、次回西の方に行くのと第4週行くのやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。